第39号型水雷艇は日本海軍の二等水雷艇。同系艇10隻。ヤーロー型。1896年度計画の第一期拡張計画のうちヤーロー車発注の10隻。その頃出現した水雷艇駆逐艦に対抗するために排水量は当初予定の80トンから110トンまで増大した。日露戦争では 水雷停隊の一員として、各艇は参加した。旅順攻略の最終段階で、旅順に残る艦艇のほとんどが、陸上からの砲撃により着底格座し、最後に、戦艦、セバストーポリーが残った。同艦は、砲撃を巧みに避けて郊外に逃れた。そして、航行の西側に怒りを入れ棒がみなるのを設置、陸上砲台と砲艦、交換一隻。 駆逐艦2二隻に守られた。この戦艦を攻撃するために1904年12月9日から水雷停隊の夜襲が雪の中で行われた。翌10日は風が強く攻撃は中止されたが11日から5夜連続で攻撃に当たった。最後となる15日夜は激しい風雪の中で攻撃が決行され、この攻撃でセバストポリの完備に 魚雷2本が命中、浸水により、航行不能となり、戦闘能力を、喪失、ようやく目的を達した。この一連の攻撃で第42号と、その対質席が戦没し合わせて35名の戦死者を出している。日本海海戦の野戦にも、確定参加、この時このクラスで戦没した体はなかった。残った旧席は1913年と1916年に、 除籍された。建造はすべて野郎者。組み立ては、横須賀イコール、横須賀海軍造船賞、佐世保イコール、佐世保海軍造船賞。日本駆逐艦物語によると5.7センチメートル砲2門。ありがとうございます。